ここからは、延岡市政タイムの時間です。この時間は、延岡市の提供でお送りします。今回は、宮崎結婚サポートセンター所長の田本明さんに、宮崎結婚サポートセンターについてお聞きします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、宮崎結婚サポートセンターが先日、延岡市に開設されたとお聞きしました。 この宮崎結婚サポートセンターとは一体どのようなところなんでしょうか、はいえー、宮崎結婚サポートセンターとは、えー、結婚を希望する男女に出会いの場を提供する施設で、えー、宮崎県が設立しまして、えー、宮崎商工会議所に運営を委託し開設した公的な機関でございますはい えー、本年8月19日に、えー、宮崎市に第1号となる宮崎センターがオープンしたのに続きまして、えー、この10月23日には、えー、延岡市中央通りの延岡商工会館の3階に、えー、延岡センターがオープンいたしましした、はあ、オープンして1か月という、はい、まあ開設されたばかりの施設なんですね、はいえー、さて具体的に結婚サポートセンターではどのようなことを行っているんでしょうか、はいえー、サポーートセンターの主な業務としましまては 結婚を希望していらっしゃる二十歳以上の独身の方に私たちと面談をしていきながら会員登録をしていただきますそしてご希望に沿ったお相手とのお引き合わせを行うという出会いのきっかけをご提供するまた出会うまでのお手伝いをさせていただく仕事を行っています、はあ、サポートセンターの担当者に希望などをあらかじめお伝えした上で 理想に沿ったお相手の方をご紹介いただけるっていうことなんですね、えー。サービスを受けるためには会員登録が必要ということなんですが、会員になるための条件などありましたら教えてください。はい、えー、まず第一に、えー、結婚を誠実に希望されていること。はい、えー。そして結婚に向けて自ら努力をされる二十、えー、歳以上の独身の方で。 え宮崎県にお住まいの方ですね。はい、そしてもしあの県外にお住まいでもえ将来宮崎に移住を希望される方はえお手続きしていただきます。ああなるほどそうなんですね。えー、真面目に結婚を希望される方ということですね。ではその会員登録をするにはどうしたらいいんでしょうか。はい。えー、この登録には二つの方法がございまして、一つ目はえ入会申込書の必要事項を記入していただいて。 事前に結婚サポートセンターへお電話をしていただき、必要書類とともに宮崎、都城、延岡の県内3カ所の宮崎結婚サポートセンターへお持ちいただく方法でございます、はい、そして2つ目、こちらの方がよりスピーディー、便利なんですけれども、パソコン、またはスマートフォンなどの携帯電話から入会申し込みを行い、 その上で県内3か所の宮崎結婚サポートセンターへ来所予約をして必要書類をお持ちいただく方法でございます、はい、なおあのご本人による登録が困難な場合はご親族がご本人直筆署名の委任状を持参して代理登録をすることも可能でございますあじゃあご本人実筆の署名の名あある委任状があれば ご家族の方が代理申請手続きをすることも可能なわけですねそうですねうん、はい、では仕事などでお忙しい人はご家族にお願いすることもできますね、はい、えさて会員登録に必要なものはどのようなものがありますかはい、えー、入会するためには、えー、登録料や、えー、本席地の市町村長が発行する独身証明書、えー、そして健康保険証、えー、写真付きの身分証明書1点 会員に閲覧してもらうために使うお写真を1枚、入会申込書等が必要でございます、はあ、あの登録料が必要とのことですけれど、その入会登録料は、おいいくらぐらぐなんですか、はいえー、会員登録料としては、えー、税別の1万円が必要でございます。はい 今ででですすすと円ごござざいいままね、うんえー、これは2年間有効でございます、えー、ただし、退、えー、会時などのお際の返金はございませんので、えー、あらかじめご了承くださいではその会員登録からお相手の方を紹介するまでの美容の流れはどのようになっていま,すか、はいえー、まず会員登録が完了いたしましたら私どもの結婚サポートセンターにあるタブレット端末を使って 結婚サポートセンターで登録された方を閲覧していただきますそしてご自身が会ってみたいお相手の方を探していただきますお、はい、でお会いしてみたい方が見つかりましたら当センターを支援する専門ボランティアその名も縁結びサポーターというボランティアがですね、はい、お相手との引き合わせのための日程調整をまず行います、はい で日程が決まりましたらいよいよご対面ということになりますがここでも縁結びサポーターが同席しましてお相手とのお引き合わせをお手伝いいたしますでお会いしていただく際はですねその場でお相手とのお話をしていただきますがお引き合わせの後ですねそれぞれに交際の意思を確認してお互いの交際意思が確認できましたら後日 会員様に連絡先をお伝えしてですねそれからそれぞれの責任において交際をスタートしていただくということになりますなるほど、はい、お互いに交際の意思が確認できてからセンターから連絡先などをお知らせいただき交際がスタートするという流れになるわけですねではこの真剣に出会いを求めていらっしゃる方からすれば結婚に対して真剣にお考えの方とお会いしたいと思うんですが 会員登録を希望する方の結婚に対する意思やお気持ちというのは、どのように聞き取っていらっしゃるんですかえあのこれは私たちサポートセンターの職員が、えー、登録の際に、えー、面接をするなどして把握しています。えー、またあの 婚姻の有無を確認するほか、これはあの先ほど言いました独身証明書を提出していただきます。はい、また誓約書を記載していただくなど、結婚に対して真剣な思いを持っていらっしゃることを確認しています。ああ、だ安心ですね。はい、まだセンターが始まって日が浅いとは思いますが、会員の方はどのくらいいらっしゃるんですか。えっとそうですね。あの8月19日にオープンしまして、11月23日の時点で501名の方のお申し込みが。 ありました、はいえー、そのうち会員登録手,手続きが進んだ方が、えー、330名いいらっしゃいますたくさんいらっしゃいますね、えーえー、男性、女性、それぞれ会員が増えることによって、より理想的なお相手を探すことがででできそうです、ね、そううすすねね本当になるべく多くの方にご利用いただければと考えております。 結婚を希望する多くの方にご利用いただき、宮崎結婚サポートセンターですが、あの延岡センターの開所時間を教えてください、はいえー。平日が12時から19時まで、えー、土曜、日曜、祝日が10時から17時までとなっております、えー、また毎週火曜日、水曜日、それから年末年始がお休みとなっております。 なおサポートセンターへお越しの際は事前に予約が必要でございますので、えー、あらかじめお電話をお願いいたします、はい、では事前予約やお問い合わせをする際にはどこにお電話をすればいいでのび延か、はいえー、岡センターは、えー、098220-41104110、えー、良い人になりますので <laughs>、えー、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。な、えー、なお必要書類など詳ししいことにつきましては 宮崎結婚サポートセンターのホームページにも記載しておりますのでぜひご覧いただければと思いますそれでは最後に田本さんからお伝えしたいことがありましたらお知らせくださいはい、あの本当に会員様にいい出会いがありますように我々も一生懸命サポートしてまいりますのでどうぞ本当にお気軽にご利用していただきたいと思います宮崎結婚サポートセンター延岡センターは延岡市中央通り のべ商工会館の3階にあります。電話番号は0982-204110204110です。良い人、良い人と覚えるそうなので、えー、結婚を希望したい方や、あの、興味のある方、ぜひご連絡をいただきたいと思います。 また入会の際には入会申し込書とともに登録料として税別1万円が必要になるほか、本席地の市町村長が発行する独身証明書、健康保険書、写真付きの身分証明1点、会員に閲覧してもらうために使う写真1枚などが必要になるということです。詳しくはセンターへお電話していただき、お尋ねいただければと思います。 え本日は宮崎結婚サポートセンターについて田本明さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。以上、の岡おか姿勢タイムお届けしました。